れは美味しそうですね。こんにちは。こんにちは。阿佐ヶ谷夫婦チャンネルです、はい。今日もご覧いただきありがとうございます。さあ、今日も沼津りえの美味しいレシピ。はい、さあ、今日は何をやりますか。今日は、はい、一口ロールキャベツを作ります。一口。一口。そこにね、秘密があるんだよね。なんで一口なんだろう。作っていきます、はい。まずロールキャベツだからキャベツを茹でます。おお、そうですね。沸騰してますね、はい。その中にキャベツを入れます。はい、入れていきますよ、はい。まず柔らかく茹でていきます。キャベツを茹でてる間にひき肉に味をつけていきます。はい、250g のひき肉に小さじ半分の塩入れます。はい、胡椒入れます。はい、混ぜます。はい、普通はね、合いびきひき肉を使うんですよ。うん、今日鶏ひき肉でしょ。鶏ひき肉だとつなぎを入れなくてもロールした時にキュッて締まる、手軽にできるっていうところが利点なんですよね、はい。もちろんヘルシーでしょ、うん、さっぱりしてるし、お値段もお手頃できる。ぜひね、鶏ひき肉で作ってもらいたいですよ。スプーンで混ぜるだけで大丈夫です。手も汚れませんね。そう、手も汚れないし、スプーンでグリ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 混ぜればもうこれで準備 OK。 あっという間ですね。あっという間。5分ね、茹でて柔らかくなったキャベツの葉っぱですよ、はい。で、水分を取っていきたいです、はい。なのでこうバットとかにね、広げてペーパーでこうサンドイッチみたいにして水気をまず切ってください、はい。はい、上からこう押さえるようにしてね、水気を取ってください。はい、ではもう早速包んでいきます。はい、ロールキャベツってこういうね、大きい葉っぱにこうドンと包んでいくんです、うん、普通は。そうですね。そうするとこうやって見て、こう、あ、破けてるところ、やっぱり綺麗にキャベツをこうロールキャベツ用に剥くって結構大変なんですよ、うん。で、大きいキャベツ買わないといけないと、うん、どうしてもやっぱり破ってちゃうんですよ、こうね、うん。なので、まあ今日は今日一口ロールキャベツでしょ、はい。ここからは秘密が明らかになっていきますから。お、まあ、まず広げました、はい。で、ここの硬い芯の部分は上手に巻けないので、うん、まずここ切り落とします、はい。切り落とします。いいですか。これは刻んでさっきのひき肉の方に混ぜていきます、はい。うん、取っておいてください、うん。で、まずこの作業を全部しますね、うん。はい、芯を刻みました、はい。これをひき肉のさっき混ぜた中に入れていきます。さあ、じゃあ一口ロールキャベツ作っていきます、はい。今広げました、芯取った部分ね、はい。まず4等分ぐらいかな。大きさによって3等分か4等分違ってきますけど、まあこれはちょっと大きいから4等分にしていきます、うん、はい。よいしょ、こんな感じ、はい、はい、いいですか、うん。4等分にしたら先ほど混ぜておいた肉ダネをまず入れます、はい。ほんのちょっとですよ、うん、スプーンにこのぐらい、ほら、うん、一口だから。そうですね、うん、はい、はい。ここまで来ました。そしたらまずここからもポイントが含まれていますよ、はい。真ん中からしようかな。いきます、はい。よく見といてね。はい、終わり。これだけですか。そう、あのすごくね、用心に刺したりとかするじゃないですか。ここあのロールキャベツはこう大きいキャベツを折りたたんでここをよくギュギュッと入れたりするけど、うん、もうそれもなし。え、これは開いたりしないんですか。開いたりしない。これはね、鶏ひき肉を使ってるからなんで、火を入れるとヒュンって閉まるのよ、うん、あのひき肉、他のひき肉より比べてね、はい。なんでここもままでいいんですよ、これ。あの鶏肉、その鶏肉のことは分かりましたけど、うん、そのキャベツがこうベローンと剥がれたりとかは。剥がれないの、一口サイズでちっちゃいから。こんなちっちゃいのよ。だからここでベローンって剥がれることもない。こう大きいロールキャベツだと、うん、キャベツの、ね、カーブが大きいでしょ。カーブが大きいですね。カーブだって肉に巻かれてるカーブ、ね、これカーブがキュッとなってるのよ、うん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 。だから剥がれにくいの。わかるかな。そうなんですね。まあ、でもちょっとまた剥がれないよっていうのを見てもらいたいからね、後でまた要チェックね。そうですね。とにかく簡単よってことです。まずこうやってキュッてやるじゃない、うん、キュッ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 と。
こうあって、まあ、並べるときにこうやればいいから、あんまり気にしなくていいです。このまま。ほら、一口。二口ぐらいかな、でもこれさすがに。もっとちっちゃくしてもいいんですよ。だから今日4等分にしたけど、6等分ぐらいにして、うん、もっとちっちゃいもの作れば、一口でパクッと食べられるぐらいのね、大きさにしてもいいですよね。いきますよ、またくるくるくるっとやって、はい、はい、感じで、ここにこう、ひき肉が、うん、わかる？溢れてても気にしない。なぜならひき肉はキュッてなるから。あ、そうなんですね。ここからね、美味しいスープも吸うからね、逆にいいんですよ、これ。簡単じゃない？うん、まあ、こう出てたら、こっちにぴょんと入れて、うん、キルキルキルと、キュ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 、おー、はい、これどん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 作ってきます。はい、16個巻きました。キャベツ4枚でしたっけ、うん、3枚半ぐらいかな。うん、それでこの、ま、キャベツのね、大きさによって違うから 3,4 枚で16個はできるという感じです。いいですね。煮込んでいきます、はい、最大のポイントがここに隠されている。お、楽しみですね。今日のね、味付けはこれだけです。ケチャップだけですか？そうですよ。トマト缶もコンソメも何も使わないで、ケチャップだけで極上のロールキャベツを作っていきたいと思います。味が物足りなくなりませんかね？ふふふ、食べてのお楽しみさ。、はい、フライパンにまずね、ベーコン入れる、はあ、ウインナーでもいいです、はい、まあ、好きな大きさに切ったものを使ってください。油を入れます。そして今日の最大のポイント、トマトケチャップを、今日はだいたい4人分ぐらいなので大さじ4です。だいたい1人大さじ1をイメージしてください。はい、まず火はついてませんよ、まだ。2、3、4、ここで初めて火をつけます。弱火にします。はい、でもこのケチャップだけで味付けをするっていうことは、ここの調理が一番大事なんですね。うん、ケチャップの酸味だけをまずここで飛ばしていきたいんです。わかる？ケチャップって匂うと酸っぱい匂いがする。ちょっと匂ってみて、はい、なんかちょっと酸っぱい、っ、ね、酸味の効いたツンと匂いがあるんだけど、うん、ね、その酸味をまずここで、酸味だけを飛ばして、トマトの旨味だけをここに置きたい。お、もうこれだけで本当に極上になるからね。ケチャップだけで味付けが決まるんだったら気軽にできるでしょ。ロールキャベツはね、やっぱりトマト缶を入れるとちょっと酸味が強いから、うん、あの煮込んだところでやっぱり何か入れないと、お砂糖だったり、あのキューブだったり入れるっていうことが多いんだけど、うん、このトマトケチャップっていっぱいいろんな香辛料が入ってるの、もともと。なのでその酸味だけをのか、どうかしてあげればすごく濃厚な、ね、スープになっていくんだよね。これは本当にすごいから、この調理法は本当にいろんな料理にどんどんアレンジができるので、またいずれね、うん、どんどん紹介していきたいなと思いますよ。 そうですね、うわー、もうすごい、なんかケチャップの香りがね、でもね、まだちょっと酸っぱい香りがしてますね。酸っぱい香りでしょ。ここは慌てないでくださいね。ここを慌てるともうケチャップ味のロールキャベツになっちゃう。あ、しっかりと酸味を飛ばすっていうこの工程を大事にすると、トマトケチャップを使ったなんて絶対思わない。濃厚ななんかこうソースを使ってトマロールキャベツを作ったって思われる。家族は気づかないと思います。それはすごいですね。水分が入ってないので強火でやってくると酸味が飛ばないうちに焦げついてしまうので、弱火でじっくりと酸味を飛ばしていってください。料理って本当に見た目とか香り大事よね。あと音とかね、音もね大事。何分って言ったのもあくまでもね、目安として自分でやっぱりこう香りを感じてもらいたいなって思いがあります。はい、どうですか、匂いは。まだちょっと酸っぱい、ね、もっとちょっと酸味があるね、うん、ここ慌てないでね、ほんと弱火弱火でゆっくり酸味を飛ばしてください。ここが最大のポイントですもんね。最大のポイント、さっき言ったように、うん、もうここさえやればあとはもうほったらかしです。まあ、あまりずっと触らなくてもいいけど、あの量が少ないからね、優しくたまに、ね、うん、混ぜてあげるっていう、うん、いつ甘い匂いに変わるか分かんないから、やっぱり少しずつ今匂いが変わってきてますよね。分かる、うん、やけどしないでね、でも匂うとき鼻プチンとか飛んできたら大変だから、遠くてもね香ると思うから、
ちょっとこう油分が出てきたの分かりますか、こうケチャップから。なんとなくこう最初こうフライパンにこう張り付いた感じがあったのが、ほら分かるかな、多分最初からずっと見てもらったら分かると思うんだけど、こうやってチュル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 剥がれる感じ分かる。そうするともうすぐそろそろ酸味が飛ぶよっていう合図でもあります。濃厚な色になってきたでしょ、こう、うん、色は全然変わりましたね。変わって油分が浮き出てくるっていうね、こういう感じ。わかる、うん、ね、わかるでしょ、うん、ほらこれ目安です、うん、ほら色もすごい濃厚に、ちょっと見てもらいましょう。よいしょ、わかりますか、ほら、濃厚な。ちょっと匂い嗅いでもらっていいですか。はい、どうぞ。どう、甘いでしょ。甘い香り変わってます。いつの間にか。やっぱりね、この油分が出てきている感じ、つるんとこう、分かるかな、つるんと滑って光沢が出てきたというのが大体目安になりますから、うんうんうん、皆さんこの今ツヤツヤしてますね、ね、違いを感じてください、うん、その上にキャベツを並べていきます、うんうん、閉じ目を必ず下にしてください。一度火を止めましょうか、慌てるから ね、巻き終わりを下にしてぎゅうぎゅう並べていってください。ここはみ出てても気にしないで、全部並べました、はい、火をつけます。中火ですね、はい、これから水を入れるんですけど、水を入れる前に閉じ目を下にして置いたところと鶏肉をちょっとだけ固めたいんです、はい、なのでちょっと1分ぐらい様子を見ます、はい、こういう感じです。うん、なんか白っぽくなってるね、鶏肉が、はい、キュッともう引き締まってくっついたよっていう感じになったら水を入れます、はい、ここで一度沸騰を待ちます、はい、沸騰してきたら蓋をします、はい、で中弱火ぐらいで 7,8 分コトコト煮ていきます、はい、今8分経ちました、開けてみます、はい、美味しそうですね。すごい、これは美味しそうですね。完成です。これケチャップだけですよね、最初のね。塩もしてないよね、スープに。いや、ちょっと本当に美味しいかどうか確認させてもらっていいですか。これ忖度なしで私言いますからね、はい、だから味付けとしてはトマトケチャップとひき肉に混ぜたお塩だけね。うん、あとはまあ肉から出てきたスープとか、うん、じゃあちょっと味見してみて。はい、どうだろう。うわー、どう、ちょっと私もちょっと味見して。うわー、嘘みたいにうまい。うわー、 うわー本当にうわーですよ。これ本当にうまい。これ仕上げの塩いらないでしょ、絶対いらないです。入れない方がいい。入れると辛くなっちゃう。もうこれでもう今バッチリです。今うわー、ちょっとロールキャベツ食べるの楽しみになってきましたね、ね、これね、ますます。味見していきたいと思います、はい、ちっちゃいミニサイズなんでパクっていきます、これ。うわー、うまいな、これ。うーん、あれ、もうこれ完成形ですね、完全なる。鶏肉のひき肉だから、うん、さっぱりしてるんだけど、うん、ミニサイズだからその周りのソースと絡んでも、そうですね、柔らかくて、ね、キャベツの芯が入ってるからさ、うん、すごい甘みもまた中からキャベツの味。キャベツが薄いのよ、普通のロールキャベツ、うん、だけど刻んだ芯の部分が鶏ひき肉の中に入ってるから、うん、噛み締めるとキャベツの旨味うわっと感じるから、物足りなさもないでしょ。ロールキャベツ食べてるっていう感じ、うん、すごいあります。あー、食べやすい、うん、食べやすいですね、パックリと。大きいロールキャベツはね、うん、食べづらいのよ、ね、フォークで、うん、ナイフ、フォークとナイフで切ってね、うん、なんか筋みたいに残り出てくるじゃないですか。あー、たまにキーってなっちゃってね。そうそうそう、あれがね、これだとスプーンに乗っけて、うん、あむよ、パクリといきますからね、うん、これはいくらでも食べられちゃう、うん。